武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は滋賀大学の英語について話していきたいと思います。滋賀大学、今回2016年の過去問をもとに話をしていきますが、2015年までは共通で教育と経済同じ問題だったのが分かれる形となりました。で、まず教育に関しては時間90分で大問が2題、そして経済に関しては時間90分で大問が3題という形で出題がされています。どちらも英語でも日本語でも答える形式、つまり和訳日本語説明の日本語記述系の問題と、あと英作文、英文英答ですね、の形式がそれぞれ出るような形になってますので、かなり記述力が重視の試験となっています。で、教育の大問に関してはですね、自由英作文が出題されており、70ワードから100ワードで答えるという形ですね。で、要求されるものに関してはそこまで難易度が高いものではないので、通常の和文英訳プラス自由英作文を専用の参考書をやる、でもいいですし、時間に余裕がなければ最悪過去問だけでも、いいかなという程度の難易度なので、そちらを対策しておけばいいかなという形ですね。経済については和訳が、しっかり、出ますので、教育に関しては、日本語説明は出ているものの和訳、という形では、ないので、和訳の問題集というよりは、日本語の、説明問題の練習と、あとはその、国公立標準問題集キャンパスなど、で、国立形式の問題に慣れておくという形になるかなと思います。なので、対策の優先としては教育、に関してはマーチレベルの長文、プラス、国公立標準問題集キャンパスなどの国立系の問題集、あと、和文英訳と余裕があれば自由英作文で、和訳に関しては慣れておくという意味でやる、もしくは出る可能性もあると思うのでやっておくという形で、経済に関しては、こちらも、長文のレベルはマーチレベルまでで、和訳が必須、和文英訳も必須、自由英作文は、なくていいかなという形で、あと国立形式の、国公立標準問題集キャンパスなども追加でやった方がいいという形ですね。センターで、ちゃんと点が稼げてやれば、最悪そのセンターまでの長文プラス記述練習だけ、取得だけでも戦えなくはないかなとは思いますので、長文のレベルを上げること自体は、優先度としては、そこまで高くないかなと。どっちかっていうと記述力、重視の対策をするように心がけてください。以上が英語の勉強となります。